はい、どうも、はるパパです。はい。今日はですね、ちょっとね、俺はね、物申したい。物申したいんだよ。うん。おこだよ、おこ。これ見てください。これどっかで見たことないですか、このデッキ。これね、ドズルさんが使ってたデッキ。うん。なんかさ、ドズルさんババ小屋推しじゃん。いつも。ババ小屋大好きじゃん、ドズルさん。うん。でさ、何このデッキなんか強いっぽくなんか出してるけど、いや違うよと。ドズルさんが使うから強いんでしょっていうことでしょ。 PS? 何プレイステーション？何 PS? うん。だから今日はね、これを使ってね、俺がね、本当にこのデッキ強いのかと、ドズちゃんということで、やっていこうと思います。え？違う。別にね、キヨキヨさんのパクリとかじゃないよ、企画的に。え？俺の企画だろ、これ。もはや俺の企画だろ、これ。やってこう。もうそういうね、そういうアンチコメいらない。さあ、ということでこれね、すごいよ、これ。この、全部これあんじゃん。配置も全部同じに真似したから。無意味に。無意味にね。うん。ストーカーかっていうことでね、やっていきましょう。マルチでね、今日ね、ガツッとやっていこうと思います。このデッキ、本当に強いの？うん、試してみよう。勝手にね。何の許可もなく行くよ、俺は。待って。あ、ちょっと待って。俺最近ホグ使ったことほとんどないぞ。ほとんどないぞ、これ。大丈夫か、俺。ちょっと待って。どうする？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 ああ。ちょっと待って。どうしよう、これ。いいの、これで。こんなんで。ピン。ちょっと待って、待って。これなんか嫌な予感してきた。嫌な予感してきたぞ。これちょっと防衛に入ろう。一回防衛。ババ小屋立てていきたい。ババ小屋はこんな感じで真ん中に立てる感じでいいのかな？こんな感じで。あ、ちょっともうちょっと溜まってから行く説？行く説濃厚だよね、溜まってからね。ちょい、待って、どうしよう。もはやどうしよう。もうわかんない。待って、落ち着こう。いや、これ大丈夫。いける。結構いけるぞ、これ。結構、ババ小屋が硬いパターンね。硬いパターン。そして、追従。そして、これ、謎に。出す。オッケー。はまったか、これ。待って、これ、ちょっと、トルネードどこで使うの、これ。トルネードどっかで使わないといけないよね。いけないよねって言っちゃったけど。ちょっと待って、どうしようかな。待って、どうしよう。こういう時だな、こういう時。トルネード発動、吸い込め。ね。ね、いいでしょ、これ。待って、一回落ち着こう。一回落ち着こう、これ、ちょっと。危ない、この勢いは。俺の枯渇、特技の枯渇発動しちゃうから危ないですから、これ。一回ちょっと溜まってから、ババ小屋を出したいという気持ちはある。そろそろでもあれ来るよね。来た。俺さ、ロイジャー後ろから出すとなんか弱いって誰か言ってたよね。さあ、来た。ちょっとメガうざいな、ちょっとメガうざい。やめろ、ディガー。ちょっと待って、これどうする、これどうやって処理する。ちょっと待って、コストが高い。いや、もう行くしかないけど、ここはコストが高い。コスト江口。ちょっと待って。よし、いい。これいいだろ、結構。そして、ハリケーンじゃねえ。トルネード。ハリケーンじゃねえ。トルネードかましつつ、いや、悪くないんじゃないの、これ。ちょっと待って、何気にさ、ボンアーティ地味に強いよね。ちょっと待って。一回俺から離れて。ちょっと待って。メガゴが欲しくない、これ。このデッキメガゴ欲しくない？大丈夫これ。待て、言うけどあんまり食らってねえな。これ全然食らってなくない？これ待て、これこっから、そしてこっからトルネード、これどうなの？トルネード、はい、さよならバイバイ。あー、でもちょっと効かないな、あんまり。ちょっと待ってよ。これまだババ小屋でしょ。ババ小屋からの、待って、一回離れて。そういう時ない？離れてほしい時あるよね。ちょっとね。一回離れてくれるっていう。一回離しつつの、メガゴをナイトでタゲ取りながらの、これ地味にやばいぞ。こっからもう行く。そして、ここで、トルネード。どうなのこれ。いける。最後、ライトニングを一回使ったか。よっしゃー。これはね、ドズルさん。強いわ。なんかこうさ、なんだろう、
ブズーさん頭いいね。そしてここから宝箱を開ける動画、ウルトラレアコーナー、おっはいはい、というわけでね、はい、ということでですね、今日はですねドズルさんのデッキをお送りさせていただきました。はい、あのロイジャイ対策としてもね、このババ小屋家庭からなかなか届かなかったみたいな、うん、よかったかなこのデッキ、うん、皆さんもよかったらやってみてください。トルネードの使い道、これがね正解かもしれない。ご視聴ありがとうございました。